ハンター。ヘイヨー、ハロー YouTube、 今日もやってまいりましたミュージックハンター365、本日はアメリカ村イオンドさん、そしてナビゲーターは MC ハマックス。今日も素敵なアーティストを紹介します。気に入ったという方はぜひグッドボタン、そして、こんなアーティストもっともっと見たいなという方は、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速本日ご紹介するアーティストはこちら、それでは本日のゲストクレイジーマフの皆さんです。それではパートの名前をお願いします。はい、ドラムのカミソンです。お願いします。ボーカルのフィンキです。ベースとコーラスのキムタスです。ギターエリーです。よろしくお願いします。はい、それではクレイジーマフの皆さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたの背中を少しでも押せるように、福岡北九州から全国で活動中のフライングロックバンドということでね、まあ、全国でいろいろ活動されておられつつ、ライブバンドでやられておられますけども、今回 YouTube ご覧の方でね、あのクレイジーマフまだ今回初めて見るよという方も結構おられると思いますので、ぜひぜひね、そういった方に向けてライブの見どころだったり、この曲は見てほしいみたいなところがあればぜひぜひお願いします。はい、ですね、等身大の応援歌っていうテーマでやってまして、まあ一緒に自分たちも楽しくライブもするし、一緒に見てくれてる方たち、お客さんの方とも一緒に楽しくライブをできる、そんなバンドです。代表曲はクロッシングっていう曲があって、一人一人に語りかけるような、心に響くような曲だったり、こうみんなで楽しく動いたりする曲だったり、いろんな曲がありますので、ぜひライブで体感していただけたらいいなと思います。今振り付けがある曲っていう風にね言われてましたけど、それは10月。あ、そうなんですよ。そうなんですよね。でミュージックビデオの方はもう曲として純粋に楽しめる仕様になってまして、でライブではまた一味違った感じで振り付けなんかこうあったり、こう1曲で2倍楽しめるみたいな楽曲になってます。うまい。MV の URL などね、あの概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらからチェックしてください。お願いします。はい、はい、それではクレイジーマフさん、ライブの映像だったり、まあ、このトーク見てクレイジーマフのライブまた次見に行きたいぞという方おられたら、どちらの情報を見ると一番わかりやすいでしょうか。僕らの公式の Twitter がありますので、そこからライブの情報を等々も、ライブを作ってるのだったりとか、いろんなもの上げてますので、こちらからチェックお願いします。はい、それではクレイジーマフさん、残念ながらお時間になってしまいました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。最後に番組をご覧の皆様に何かメッセージがあればお願いします。一度ライブハウスで僕たちのライブを一緒に最高の時間作りますので、ぜひ遊びに来てください。待ってます。はい、それでは本日のゲスト、クレイジーマフの皆さんでした。ありがとうございました。それではこの後クレイジーマフのライブ映像そっちも見てね。ミュージックハンター。
一緒に行きますよ。行こうぜ。Oh,
アメリカ村ピヨンドさんからお届けしました。アメリカ村ピヨンド、気になった方はこちらをチェック。ミュージックハンターチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また明日も見てねー。